ああ、笑いテーマ。早すぎる。テンションえらい早い。いきなり声飛んだ。普通に今喋ってたの。すいません。こんにちは。びっくりするわ。アート系トーク番組、アートスターファン、始まりました。3本撮り。もう夕方ね、もう真っ暗の中やってて、もうテンションおかしくなってますけど、杉村さん。まあ、飛ばしていきたいと思いますね。飛ばしていきたいと思います。こんな時間までやったことないよね、でも。まあまあね、うんうん、ちょっと長い方かな。ちょっとは始めるのが少し遅かったかな、うんうん、そうですね、うん、まあまあいいでしょう。アートスピーカーでブリッジアーティストの辻大地です。よろしくお願いします。あれ、ロリスじゃん。一番奥は何それみたいな。あの美術家で、杉村淳史、ラジカル杉村です。よろしくお願いします。で真ん中が、今日もずっと外側からあのサポート、技術的なサポートしてくれたんですけど、ゆるき康仁氏、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、アート系トーク番組、はい、何度か出ていただいてるんですけど、そうですね、今回メインっていうことで、はい、はい、まあ外伝みたいな感じのメインですかね。何かのパクリみたいですね。紹介みたいな感じで、こういう人がここのスタッフしてますよみたいな感じで、そうですね、分かってもらえればいいかなと思います。いつも外側からリスナー代表で質問していただいたりとか、まあ、カメラとかマイクのチェックみたいなのしてもらってるんですけど、まあ、声だけ聞いてたら、ゆるきさんってどんな人なんとか、どんな作品作ってんのって、まあ、興味持たれてる人も何人かいてると思うんで、ちょうどあの今月かな、あの2人展、はい、大阪の難波で、はい、あの行ったので、その時の作品をまあ、展覧会の様子を紹介しながら、まあ、ゆるき康仁さんはこんな方ですよみたいな、ちょっと30分ぐらい短めなんですけどね、お話ししたいと思うんですけど、どうですか？いや、緊張しますね。緊張しますよね。大それた全然ね。まあまあね、まあ軽い若手なんで、若手なんでこれからお手柔らかにお願いします。見守ってあげてもらえたんですよね。ここに飾ってあるの、実はこの前の2人展で展示された、これ商品ですよね。小さい作品なんですけど、すごい良かったとか、僕気に入ったんで買わせていただいて、まあ、アトリエに飾ろうかなと思って。ありがとうございます。本当に、まあ、今回後でもうちょっと細かいとこ見てもらいたいと思うんですけど、はいはい、杉村さんどうですか、今日のこの収録。まあ、今から作品見ていくんですけど、どうですか、えらい円高。いやいや、意気込みみたいな。意気込み、若手の来た球をもう潰してやるみたいな、うん、潰してやる。そうやな、半分そうや。マジ出る目は全部潰しようかな、積んでいくみたいな、ね、マジですか、うん、まあまあ、まあ、潰されんように迎撃してください。まあまあ、できるところまで頑張ります、はい、じゃあちょっとプレゼンいきますね。こんな感じで、アート系トーク番組、アートスターファン、リスナー代表のゆるき康仁さんの作品を紹介していきたいと思います。もうちょっと下回ってないですね。じゃあいきたいと思います。個展の様子ですね、これですね、はい、これが前回今月の初め、9月の初めに、はい、難波にある、大阪難波にある、アートヤードスタジオという、うんうん、まあ、ギャラリーのようなところで、展示を、2人展なんですけど、うんうん、まあ、この壁の反対側にもう一人の作品があるんですけど、まあ、この壁には僕の作品で飾ってます、はい、こういう、まあ、もう少し何点かあるんで先紹介しましょうか。でも大きさのスケールとしては、これ笑顔、めっちゃ笑顔、はい、僕が撮って笑ってって無理やり笑わしたんで、ちょっとあれです、ちょっと引き取った笑顔ですけど、大きさ的にはこれぐらい、120でしたっけ、ね、はい、120のスクエアですね。120センチ×120センチのスクエアで、でまあ、ディティールっていうか、近づくとこんな感じで、見る場所の角度によってすごい表情を変えるのは特徴的ですよね。反射によってとか、まあ、人の移動によって、まあ、何度かミニマルアートで人が動いて身体性によって作品との関わりが変わるっていうようなんで、まあ、フランク・ステラーとかその辺の作品とかも僕たちアート系トーク番組で紹介してるんですけど、なんかその辺に、まあ、同じ共通性みたいなのが、まあ、見て取れるかなっていうのはありますよね。これ画材は何でしたっけ？画材はクレヨンで描いてます。珍しいですよね。そうですね、うん、なんかこう意外とこう画材何で描いてるんって言うと、クレヨンっていうと、うん、結構驚かれましたね、うん、パネルに紙張りでクレヨンですよね、はいはい、そうです。
でまあこんなちょっとこれはあの画像はあのフォトショップかなんか使って、まあ、角度によってこう表情が変わりますよっていうのを、はい、まあ、右から見たのと左から見たのちょっとまあ角度変えると若干こう光の加減で見え方が変わるよっていうのを、まあ、作ってって感じですね、はい、で1点ずつ見るとこういうまあ幾何形態というか、飾り文様というか、うん、はい、こういうパターンみたいなのがあるんですよね、はい、そうですね、まあ、多分あの見た方で多かったと思うんですけどこう着物の柄とか和風の柄みたいな感じで思われる方もいてたんですかね、うん、そうですね、結構なんか和風だねっていう意見を、うん、コメントをいただきまして、うん、あ、そういう風に見えるんだなっていうのはちょっとまあ驚きというか発見ではありましたよね。ゆうきさん自身はそんなに意識して意識はしてないです。なんかこうただなんていうか、まあ、最初の動機としては、はい、まあ、まず人を描きたくないなと思って、なんていうか僕絵をこれまあ、展示してますけども、はい、ずっとこう絵を描いてたわけではなくて、もともと学生の頃には焼き物陶芸関係の学科に、京都一律芸大の陶芸家を、はい、陶芸家を卒業しているのでずっとこの工芸系の、まあ、思考回路でずっとやってて、で学校卒業してから、まあ、ちょっと違うことしてみようと思って絵を描こう、うん、ってなったんですね。それでまず、うん、テーマというか、まあ、画題というか、うん、決めるときにその人を描いたりとかキャラクターを描いたりとか、うん、まあ、サブカルみたいな感じで、うん、アニメのキャラクターみたいに描くのだけはやめようっていうのが一つあって、うん、じゃあどうしようってなった時になんかこうすごく抽象的な、うん、例えばマーク・ロスコだったりとか、うん、フランク・セラーだったりとか、うん、まあ、ジャッドでもいいんですけど、うん、ああいうミニマルアートの、うん、まあ、アメリカの抽象表現主義みたいなのにすごくあのかっこいいなと思って、はい、単純に、うんうん、それでまあああいうものをちょっと自分の中でトライしてみようと思ったのがきっかけですね、うん、です。いろいろ試行錯誤があったんですけれども、うんうん、まあ、まあ今回の展覧会でこういう形に落ち着いたっていうところですね、うん、今の段階では、ね、はい、まあ、着物の飾り文様からというよりはどっちかって言ったらあの欧米の現代アートの、まあ、そのミニマリズムとか、うん、はい、まあ、絵画のフラット性であるとか、はい、まあ、そういうことに関心があってっていうような感じですよね、はい、この作品だとちょっと分かりにくいんですけど、うん、もう一個手前の出ますか、これだと、うん、あの、の中心点がパッと見たときに見えるじゃないですか、うん、その一番真ん中にこう集約されてる点があって、まあ、万華鏡みたいな感じの、うん、視点がまずそこに行くと、うん、行くけどもその先にこう向かっていかない、うんうん、まあ、そこでバーンと止まっちゃうような、うん、あの構造になってるんですね、うんうん、っていうのはそのそもそも絵画っていうのは、まあ、まあ僕がそもそもとかいうのは大それて過ぎてるんですけど、うん、まあ視点をこうどんどん奥へ奥へ、うん、やるものかむしろ手前にこうグッとこう引き出してくるようなレリーフ状のものかっていう、うん、どちらかだと思うんですよね、うん、でまあ昔のまあ絵画っていうのはやっぱりその、うん、例えば遠近法であったりとか、うん、そのあるまあ点に向かってこう、うん、視線がこうグッと奥へ画面のまあ仮想の奥なんですけども、うん、まあ、透視図法とか使うと奥へ奥へ誘導されますよね、誘導されるような構造になってますよね、うん、でもそのこの作品ではあの一点を中心点を決めることによって、うん、視線はそこに行くんですけど、うん、それ以上奥には行かない、うん、まあ、跳ね返るというかフラット性みたいなんでこう目の、まあ、中心も実はこれ真ん中が中心というよりはそこを跳ね返されるんで目は泳ぐんでこの絵画上こうあっち行ったりこっち行ったり行くっていうそのフラットなとこをこう右行ったり左行ったりするみたいな、はい、その何ていうんですかね、オールオーバーな、うん、要するに重心を持たないあの、まあ、ジャクソン・ポロックであるとか、まあ、そういうところ の、 そのオールオーバー性みたいなのにもまあ関心があるかな、うん、みたいなのには見て取れますよね。まあ、そのまあそういうポロックであったりとかそういう抽象表現のまあ流れをまあ勉強したっていうのもあるんですけども、うん、こう絵画をやりにあたって、うんうん、でまあその描かないというところに何かその一つの
魅力があるっていう、まあ、現代の風潮みたいなのがあるじゃないですか、まあ、もうちょっと廃れてるのかもしれないですけど、まあ、絵画の史というのは何度かありましたからね、はい、70年代ぐらいか、うん、でまあそれはまあとりあえず踏んでおこうと、うん、そのコンテクストとして踏まえておこう、うんうん、その上でその自分がもともと作品を作るにあたって、うん、素材っていうのはすごく一番大事なものだと考えてるんですよ、うん、その素材って、まあ、この場合だったらクレヨンになるんですけれども、うんうん、その素材をいかにその扱うことによって、うん、その素材が持ってる良さをどれだけ引き出すことができるかっていうところにやっぱり関心があって、うんうん、その陶芸をやってた時もあの素材その焼き物であったり土ってあるという素材をどのようにこう見せれば、うん、あの素材そのものが立ち上がってくるのかなっていうところに興味があったんですね、うん、だからそのちょっと喋りきりますね、喋りきっちゃって、はい、それでその今回クレヨンを使った時に、うん、これちょっとしましまに見えてますけども、2色で描いてるんじゃなく実はこれ1色で描いてるんですね、うん、なぜこういうことが表現できるのかというと、うん、まあ、ストロークの方向が縦縦で塗ってるのか、うん、横横で塗ってるのかによってこう光の反射の加減が違うんですね、うん、だからその例えば画面が、まあ、角度がついた時に先のシルバーの3つ並んだ、うん、画像があったと思うんですけれども、はい、それだとその光の反射の加減で少しあの見え方が変わるという、うん、ちょっと分かりにくいですけどね、うん、はい、あ、ちょっとじゃあ実物の作品でその光の感じ見たらどう、せっかく動画なんで平岡さんちょっとアップしてもらっていいですか、おっとマイクが、ごめんなさい、ゆうきさん撮ってもらっていい、あ、はい、僕のマイクの線が一番短いのを忘れてました、ね、これちょっと寄ってもらっていいですか、作品、もっとアップで、もっともっとアップで、もう僕の顔ないぐらいで、はい、ありがとうございます、それぐらいで、こういう感じで光の当たり方で表情が変わるんですよね、でこれは一色で、はい、クレヨンの一色でしか描いてない、ぐーっと寄っていくと、まあ、画像では難しいかもしれないですけども一色に見えるですね、あのだから例えばハイライトで全部色が飛んでるところはもう一色になってるし、あるいは逆に影になってシャドウになってる部分はもう色彩がそのしましまが切れちゃってる、うん、一回マックスで寄れますかね、ちょっと置いてみようかな、折れるかな、まあ、こういう表ですね、はい、ありがとうございます、これウェブカメやったらどれぐらいのかな、 あんまりやな戻してくださいよいしょ、杉村さん、あの一応個展のね、今ゆるきさんの作品紹介を終えたんですけど、もう一枚だけあったかな、この作品もですね、まあ、ちょっと色が同じようなあの寒色系を使ってるんですけど、うん、まあ、8枚かな、この 120cm×120cm の作品が、はい、8枚、はい、4面4、はい、あの2人展なので1面1面で4枚ずつで、まあその1つの作品で見せるというよりは、あの8枚の作品の色の関係性であるとか、まあ、人がそこに立って、まあ、歩いてこう表情を変えていくようなこと、身体性みたいなのももちろん、まあ、反射が絶対入ってくるんで歩いた方が絶対見てて楽しいんで、まあ、人の動きみたいなのも加わってくるとは思うんですけどね、あのここまでで、すみません、何かコメントいただけたらもうお疲れだとは思うんですけど、うん、あのまあ、僕もちょっとその実際見に行ったわけではないので、はい、そこまでその実感として語れるわけではないんですけれども、うん、まあ、話を聞いてるのと、まあ、この実際の一つ作品なんですけれども、うんうん、そのでまあ参照というのかな、うん、さっきステラっていうようなことをおっしゃってまして、まあ、そのステラの仕事っていうのはブラックペインティングであるとかシェイプとキャンバスであるとか、あとはその後半のレリーフ絵画みたいな展開の仕方っていうのがあるんですけれども、うん、
そことの関わりっていうのは、何か参考とか参照している部分っていうのはあるんでしょうかね。あのまあフランク・ステラー単体というか、まあ、個人を、まあ、ヒストリーを追っていくっていうことはしてないですね。まあその、まあ、概念的に、まあ、例えばあの初期の島模様というか、まあありましたね、あのストライプの作品の、まあ、印象であったり、まあ、構造もまあそうですね、あの幅を揃えて、っていう、まあ、一般に言われていることを、まあ、一つ拾うことによってこの自分の作品の中に、まあ、ある種の層を生み出そうかなという、うん、まあ、ツールとして利用したっていう感じですよね。例えばそのステラだと、はい、あのシェイプとか、まあ、ブラックペインティングもそうですけど、はい、その、フレームというかキャンバスの厚みがそのまま、はい、確かストライプになってて、はい、できるだけその主観性を排除したところで、まあ、作品を自立させる方法論っていうのが、うんうん、はい、ステラの仕事だと僕は思うんですけれども、はい、何かそういう、まあ、自立化させるというか、まあ、もっと広く言うと、まあ、フォーマリスティックな思考というか、うん、なんかそういう部分で、まあ、そういうフォーマリズムっていうのはもうちょっと廃れてしまってもう今はそう顧みられないようなところがあるんですけれども、そうではなくてもっと違う可能性っていうのかな、なんかそういうところを、ゆるきさん自身、まだ残ってるというふうに思って、その仕事として追求してるのかなっていうふうにちょっと思ったので、まあそこら辺にちょっと質問、あのステラとの関係とか関わりでちょっと質問したという感じなんですけど、ね、あ、ちょっとね、あのやっぱりまだ僕も絵を描き出して全然まだ1年半ぐらいなので全然深くまで突き詰められてない部分がたくさんあるんですね。で今回やっぱりそのフランク・ステラっていう、まあ、言葉を出したのもやっぱりまあちょっとまあ分かりやすくこういうことを真似ているようなことを口にしたいなっていうのもあってだったので、まあその可能性であったりそのフランク・ステラの、その考えている思考であったりとかいうのをもうちょっとこう研究したり、まあ、あるいはそこから発端にやっぱりミニマリズムであったり、うん、もっと広いアートの世界を掘り下げれたらいいなとは考えてますけど、また質問なんですけれども、まあいわゆる絵画というか、はい、まあ、まあ、平面というかその流行りって言ったら、まあ、なんか まあ、いい言い方ではないんですけれども、さっきそのアニメのキャラクターであるとか、はい、そういうものを対象にして描きたくないっていうようなことをおっしゃってたので、うん、まあね、その今、まあ、流行りでもないのかな、まあ、ちょっとそんな流行りというわけではないですけど、まあ、よく一般的に見られるような絵画として、まあ、出てくるのはそういう一種オタクに流行るような、うん、絵を使うことで、うん、まあ、表現していくっていうのがまあ多いですよね。でもそういう表現に対してあえて、うん、まあ、ある意味こうゆるきさんの作品って、うん、見方によっては古風な感じがするんですね、うん、あの、はい、まあそのミニマルっていうこともそうだし、はい、うん、そういう感じがするというか、まあそういうスタイルも多分あえて取ってるとは思うので、うん、でもその今そういうキャラクターぽい感じじゃない、うん、ある意味ちょっと古風な作風で、作品を作っていくことの試みっていうのが、うん、まあ、どういう風などういうところに向いてるのかなっていうのはちょっとどういうところ、うん、だからあえてやるっていう、あ、いや僕もね、うん、まあ、その辺ちょっと同じで、まあ、ゆうきさんの、まあ、変わりというかね、ちょっとコメントしようと思うんですけど、そのゆるきさんの作品見た時にその身体性ですよね、やっぱ反射で見る角度によって変わるので、やっぱ自分の体を感じる、まあ、網膜も感じるっていうのは一つ大きいと思うんですよね。であと、まあ、オールオーバーフラット性っていうこと、まあ、その辺のミニマリズムの辺とかの、まあ、入ってくると、でもう一つね、もうちょっと近づいてみるとその表面性っていうか、その
奥がないっていう話とか手前がないっていう話出てたんですけど、その日本の工芸とかって陶芸家出身なので、その表面の陶器のこの表面の艶とかインターフェースのこのなんか iPad でもめっちゃ磨くとかね、あの表面の仕上げ方もものすごい凝るとか、車なんかでもすごい美しいじゃないですか、塗装とか、ああいう薄い表面のこうインターフェースのこう上でも下でもないところになんかすごい、何かそこに超越的なものを見出すみたいな精神が日本の工芸、七宝焼きなんかすごいそうやと思うんですけど、あ、僕は見て取って、なんかその辺の精神をゆるきさんは、まあ、知ってか知らずか、まあ、京都一芸っていう陶芸家って言ったら、まあ、そういうのの、まあね、関西で言ったらまあ一番優なので、そういうところのなんか精神みたいな勝手に、まあ、作品として現れてるんじゃないかな、うん、それは僕はすごいいいところだとは思ってるんですけどね、うん、まあ、その辺ゆるきさんなんかありますか。ですね、あの大学帰ってた時はその、まあ、特にあの京都一芸っていうのはすごくアカデミズムが強いと、まあまあ、通ってる当時は分からなかったんですけども、うん、外に出てからはあの、まあまあ、型通りのことを教えてるんだなということを改めて感じた部分もあるんですが、うん、まあ、言い悪い別として言い悪い別として、うん、その中で僕が感じたことっていうのは、あの僕はあの工芸か陶磁器専攻という形で在籍していたんですが、うん、その工芸家の中っていうのはすごくなんていうか閉鎖的で、しかもなんていうかその例えば油絵であったり彫刻みたいな、うん、あのそういった素材であったり、うん、そのそっち側のいわゆる メジャーとされているような、うん、その 美術ですよね、うんうん、古く言えば今はまあそんなことは関係ないんですけども、うん、学生の時はそれがすごくその壁というか、うん、境界があって、うん、まあ、ジャンルか、なんで僕たちはあれいつまでも工芸というジャンルの中に縛られ続けなければいけないんだろうっていうのは、うん、その僕が当時学生だった時の周りの人たちもやっぱりそういうふうに感じたらしく、うん、まあ、工芸は結局工芸でしかないのかみたいな、うん、まあ一時その焼き物でもあのファイアーワークっていうような言葉が、うん、提唱された時があって、それはまあ工芸全般におけるんですけど、まあ、例えば染色だったらファイバーワークであったり、うんうん、漆だったらその塗装の ワークとして言われてたりしたんですけども、うん、でも結局は、うん、あのやっぱりこう焼き物やったらなんで器作らへんねんみたいな話になってくるんですね、うんうん、でもゆるくさんあれですよね、陶芸家の時の作品もちょっとあるんですけど、はい、二人展から外れて、これ学生時代の作品ですかね。そうですね、まあ、ずいぶん前の作品なんですけど、陶芸家でセラミックで作ってるんですけど、はい、かなりこう立体造形というか、ま、なんか空間にもこうちょっとこうかか空間構成っていうかにもかかってくるの、こういう作品があったりとか、やっぱりそのジャンル化っていう中でも何かそういう違う地平みたいなのを探ってるみたいな感じですか、うん、この辺の作品は。だからやっぱりその工芸、まあ、陶芸だからその例えば器作ってなきゃいけないとか、器のその歴史の中で例えば壺を真似たような作品を作らなきゃいけないっていうカテゴリー、壺ではないですよね、これむしろ使う人もいますけど、そういうものをわざあえて、でも僕はそこから外れて、その焼き物ってっていう枠組みではなく、うんうん、その素材として見た時に、うんうん、そのやっぱり魅力的なんですよね、僕にとって、うんうん、だったんですね、その、まあ、作ってる時は、うん、それでそのじゃあその素材そのものによって一体何が表現できるのかっていうところをすごく模索していて、うんうん、だからまあ先ほどのようなその薄い、うん、あるいは薄い板状 あの焼き物なんですけれども、うんうん、それによって何かを構築できないか、作品として何か構成できないかっていうことを常々考えていて、しかもやっぱり立体物ですし、その展示する時のその空間の在り方、空間の支配の仕方っていうのはやっぱり作る前段階からもやっぱりかなり神経を使っていましたね。これめちゃめちゃうがった言い方なんですけど、はい、この辺から平面性への興味みたいなのがあったっていうことなんですか、ね、いやむしろ逆ですよね、その平面性よりもその空間にどういうふうにアプローチしていくのか、むしろあそして 見る人もその私の作った作品の空間の中にどういうふうにアプローチできるのか、例えばこの作品であったらその外交周りの空間をもその作品の中に取り込むっていう、そのまあすごく薄いんですけれども、その三角の
内側にもその空間があって、その内側の中には向こう側の景色が映り込むというか入り込んでいて、それを鑑賞者は感じることができる。しかもその映り込んでる部分っていうのは、その見えてる湾曲しているその面によって遮断されていたり、その透過していたりする部分もあるということも、まあやっぱり大事だったんですね、この時は。まあ、そんなゆるきさんが陶芸が卒業された後にこういう平面の方に行くって、はい、そのきっかけみたいなのはこう、まあね、だいぶガーンとこう、ね、そうですね、ステップするっていうか飛び越えるみたいな感覚ある、まあ、焼き物なので、うん、まあ、設備がまあいるんですね。あ、でその大学を卒業した時に、まあ、すぐさまその設備を整えることができなかったんですね、僕は、うんうん、なので、じゃあこの機会に違うことをしてみよう、一つのチャレンジとして、結構物理的な、はい、理由からまずは、ね、はい、で違うことをしてみようと思い、うん、まあ、絵を描こうともありましたね、うん、なんかその物理的以外の理由でこう絵を描こうみたいなことはあるんですか？なんかもやっぱりその連続性ですね、うんうん、どういう連続性があるのかな。この辺は今回の二人展の作品のそのまあ幾何形態というか、はい、飾り模様みたいなのが入ってきてて、うん、まあ、もう二人展にすごいすぐつながりそうな、まあ、4つ の、うん、平面で構成している部分とかも あると思うんですけどね、はい、その陶芸から平面の連続性みたいなのは、うん、どうですかね。難しいと思うんですけど、喋るのって。いや、それはまあ特に考えてないというか、うん、前回これやったから平面でこれをしようっていうんじゃなく、まあ本当にその時は物理的な原因がきっかけだったですね。はい。なんかツイッター来てるんですかね。誰か来てないでしょ。誰が来るんですか。いや、なんかこんなも遅い時間に、まあ、つなぎで僕話しますけど、はい、まあそのまあ連続性はちょっとどうかっていう話をしてて、はい、僕はすごく連続性があるなっていうふうにすごく感じるんですね、うん、で例えばその画面を見た時にさっき和風な柄っていうようなことを言ってたので、すごくそういう部分だけでもすごく連続性っていうのは感じられるし、うん、その工芸的な部分っていうのかな、うんうん、ですごくこの構成の仕方であるとか、まあ、色の付け方、色っていうか、まあ、配色ではないのかな、まあその幾何形態というか、うん、というのはすごくそういう陶芸はいろいろあるのでそれ一概には言えないけれども、うん、でもそういう幾何学的な柄っていうのもすごくこう共通性があるので、でもそういうある意味工芸チックに見えるといえば、うんうん、ある部分ではなんか見えるのかなというふうにも思ったりもするから、うんうんうん、でその最初にその問題意識としてその陶器を作っていった時にジャンルっていう、ジャンル分けっていうことに対する疑問っていうのがあるっていうのことをおっしゃってたから、もう少しそういう部分でジャンルっていうことに対して、それは平面性を描くということにおいてもなんかそういうジャンルということに対する疑問というか考えというか批判性というのがあるのかなというふうにちょっと思ったんですけれども、あ、その話ですね、はい、分かりました。まあ、ずっとその、まあ、学生時代にその悶々としてたわけですよ。青春ですね。ジャンルで悩むじゃん。芸大の青春やと僕は思うんですけど、悩みましたね。その工芸とは何ぞや、絵画とは何ぞや、彫刻とは何ぞや、美術は何ぞやっていうのでほんまにすごく悶々としていて、でやっぱりその焼き物でオブジェを作っているとなるとやっぱりちょっとした批判を受けるわけですよ、うん、なんで器作らへんのや、でそれがすごくねやっぱりフラストレーションになってた部分があって、やっぱりそのなんだろう、展示とかをした時に絵画の方が受けがいいんですよね、単純にその平面的に見るとか、うん、見えるとか、まあ、飾りやすいとかっていう理由もあるし、うん、まあ僕が言ってることは正しいとは限らないですよ、うん、もちろん、まあ、主観的な感じで見た時にすごいやっぱりちょっと屈折してたんですね僕は、その時だからっていうのもあって、そのジャンルを一度横断してみたいな、飛び越えてみたいなっていうのもありました、うん、まあ、そこにちょうど物理的な要因が重なって、うんうん、こういうことになったんだと思うんですけどね、もともとだからそういうフラストレーションがあって、うん、でちょっとトライしてみようじゃないかっていう感じで挑んだっていうところですね、うん、でも挑むにしてもじゃあ自分の方法論であったり自分が今まで培ってきたその感性であったり感覚であったりしたものを全部そこにつぎ込みたいなっていう中でやっぱりいろいろ試行錯誤したんですけども、うん、
そこがその素材を生かすであったり、例えば工芸的なるものとは 何なのかっていうことを絵画の中で表現するとどうなるのかっていうことはやっぱり考えてますよね。いや、なんか最後あの言い切ってもらって、はい、あのね、なんか青春っていいなあ、まあそうそうだ、上から上から目線で、あ、そう、すぐなさい、ちょっと青春ですよね。笹岡さんも今も青春やあの、いや、青春いいじゃないですか。あの、じゃあ最後一言、まあ抱負、はい、これから底田ゆるきさんが、まあもちろんここで言ったことがその通りになる必要は全くないんですけど、今現時点で、うん、まあこういうことしていきたいなとか、こういうことをやろうと思ってみたいな、ちょっと抱負みたいなのを言っていただいて、うん、まあ終わりにできたらなと思うんですけど。そうですね、はい、まあ今回、まあ、前回の展覧会で、はい、まあいろいろ自分の中でも得るものもありましたし、うん、まあ、この絵を描くということも続けていきたいなと思う一方で、やはりもう一度焼き物というか、まあその工芸的な素材に立ち戻った時に今の自分に一体何ができるのかということをまた改めてトライしてみたいなというのは思いますね。あ、いいですね。なんか、はい、うん、行きっぱなしじゃなくて行って帰ってきて、なんか幅を広げていくみたいなね、はい、うん、青春かな、青春でまとめたわ、まさにはい、まあそんな感じです。日村さん最後一言なんかいいですか。いや、もう僕はもう、はい、はい、じゃあ、3本撮りの最後、まあちょうど30分で、素晴らしい、素晴らしいじゃないですか、時間通り、あの、また見ていただいた方ありがとうございました。録画で残すので、あの、まあ1本2本3本で時間のある時にまた見てください。来月は10月22日、関西クラスターの奥村さんを呼んでお送りしたいと思います。それでは皆さん、また来月お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。